バイロイトは、バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の軍独立市、オーバーフランケン行政管区、オーバーフランケン軍誌連合及び、バイロイト軍の本部庁舎が存在している。グリューナーヒューゲル地区の祝祭歌劇場で、毎年開催される、バイロイト音楽祭で、世界的に有名である。バイロイトは、 フィヒテル山地とフレンキシェ・シュバイズの間、マインガー源流の一つである赤マイン川沿いに位置する。バイロイトの地域は39の市区から構成されている。バイロイトは1194年にベイヤートとしてバンベルク市教等2世紀の文書中で初めて言及されている。ゴビノルテはロドンを、バイヤーはバイエルン地方からの移民を示していると推測されている。 より早くから文献に研究されている集落も現在のバイロイト市に含まれている。ゾイルビッツ地区の王領サイルイーズとして、研究やザンクトヨハンニス地区がそれである。バイロイトははじめ B 社と呼ばれていたが、1231年の文献で初めてキビタスと記されている。これにより、1200年から1230年までの間にバイロイトは都市圏を授かったと、 解釈されている。1248年までの領主はアンデックスメラン博であった。この一門の断絶後、1260年にホーエンツォレルン家一門のニュルンベルク城博がこの所領を継いだ。クルムバッハのプラッセンブルク城が首都であり、国の中心であった。バイロイトの発展はゆっくりとしたもので、しかもたびたび大災害に襲われたのだった。しかし、 1361年には皇帝カール4世がフリードリヒ5世上伯に対してバイロイトとクルムバッハに貨幣駐造権を与えている。1421年にはバイロイトが初めて地図に記載された。旧宮殿1430年2月にフス派がバイロイトを手ひどく荒らし回り、視聴者と協会は焼け落ちた。1440年から1457年。 ヨハン錬金術博の治世したホーエンツォレルン城が建設された。この城は何度も改築、増築が繰り返され、現在の救急殿の原型となった。宗教改革が始まった10年後の1528年には、フランケンの辺境白領の領主たちワルター派の信仰を受け入れていた。1605年の大火災では251件の 家屋のうち百三十七件が消失した。六百二十年にはペストが流行し、六百二十一年に再び大火災に見舞われた。三十年戦争でもこの都市は深刻な打撃を被った。この都市の歴史の転換点となったのは、1六百三年にブランデンブルク選帝校、ヨハンゲオルクの息子であるブランデンブルククルムバッハ編教博クリスティアンによって、 プラスセンブルクからバイロイトに遷都されたことである。1655年、孫のクリスティアン・エルンストは1683年に、オスマン帝国に包囲された、ウィーンの解放軍に加わった。現在、新宮殿に建てられているマルク・グラー・フェンブルンネンは、オスマン軍に勝利した、この業績を記念して作られたものである。この時代、環状道路の外側に支壁が設けられ、 宮殿付属協会が建設された。クリスティアン・エルンストの息子である後の偏教伯ゲオルク・ビルヘルムは1701年に、当時は独立した自治体であったザンクト・ゲオルゲン・アムゼーに、オーデンス・シュロスと呼ばれる宮殿や市庁舎、刑務所、さらには小規模な弊社を建てた。1705年には、オーデンであウフライチグキットを創設し、騎士団協会を建造。 1711年に完成した。1716年、ザンクト・ゲオルゲンでは、豪華な高級陶器の工房が開かれた。1735年には、老人用語施設のための指摘基金、ザンクト・ゲオルゲンのグラーフェンロイター基金が創設された。エレミタージュの庭園にある最初の宮殿も、このゲオルクビルヘルムの時代に建造された。1440年に、 マルクト広場の真ん中に建造され、大火で焼け落ちた、視聴者の代わりに、1721年、資産次会は、スポンハイム男爵夫人の館を手に入れた。辺境博歌劇場エレミタージュの噴水フリードリヒ3世と、ビルヘルミーネの辺境博夫妻の知性にバイロイトはその、歴史の頂点を迎える。ビルヘルミーネは、プロイセン王フリードリヒ2世の姉で、二人は極めて、 中の良い指定であった。この時代、宮廷建築家のジョゼフ・サンピエールとカール・フォン・ゴンタルトにより数多くの印象的な建造物が造営された。豊かな装飾を施されたバロック様式の劇場である、辺境博過劇場、ゾンネン・テンペルを有する新エレミタージュ宮殿を建造するなどエレミタージュの改造、拡張、辺境博夫人の不注意から消失してしまった。 旧宮殿に代わって建てられた王宮付属庭園を持つ新宮戸の現在のフリードリヒ通りの見事な拡張、改造など、古くて陰気な門営所は取り壊された。こうした防衛施設は時代遅れで、死壁は都市の発展を妨げるだけのものになっていた。百四十二年にフリードリヒアカデミーが創設され、翌百四十三年に大学に昇格したが、 学生たちの創造しさから市民は大学に消極的な姿勢を示し、同年に大学はエアランゲンに移転した。1756年から1763年にかけては自由学科と教養のアカデミーも運営されていた。ビルヘルミーネは1758年に亡くなった。フリードリヒ3世は再婚するが、この結婚期間は短いもので、 後継者となる子供は生まれなかった。1763年のフリードリヒの死後即位した、おじのフリードリヒ・クリスティアンは、財力も芸術的なセンスも持ち合わせていなかったため、多くの芸術家や手工芸作家が、フリードリヒ2世に雇い入れてもらうために、ベルリンやポツダムへと去っていった。最後の偏教博、カール・アレクサンダーが1791年12月2日に、 アンスバッハ公領とバイロイト公領を放棄した後、この地域はプロイセン王国の一行政区画となった。プロイセンの大臣ハルデンベルク男爵、カール・アウグストが1792年の初めから執務に就いた。クルムバッハ・バイロイト地域のホーエンツォレルン家の領有は、1806年のナポレオン戦争でのプロイセンの敗北により終結した。 1806年から1810年までの間、バイロイトはフランスの統治下に置かれ、高額の戦後保証を支払い、司令官カミー・ユド・トゥルノンの下で、当時のバイエルン綱領の詳細な財産目録を作成しなければならなかった。1810年6月30日に、フランス軍はかつての綱領をバイエルン王国に譲渡した。 バイエルン王国が1500万フランで購入したので、ある。バイロイトは、バイエルン王国のマイン軍の軍長所在地となった。ニュルンベルクからリヒテンフェルス、クルムバッハ及びノイエンマルクトビルスベルクを経由して、豊富へ通じていた、幹線鉄道をバイロイト経由にさせることで、バイロイトの発展を図ろうという試みがなされた。鉄道網がバイロイトに付設されたのは1853年で、 バイロイト氏が費用を負担して、バイロイトのイエンマルクとカを完成させた。これに続いて、1863年にバイデミエ、1879年にシュナーベルバイトへの鉄道が開通した。1896年にはバルメンシュタイナ派へのローカル線、1904年にはホルフェルトへのローカル線、1909年にはツルナウアーボッケラと呼ばれるノイドロッセンフェルト、 スルナウを経由して、クルムバッハに通じるローカル線も開業した。祝祭劇場のグランドデザイン1870年4月17日、リヒャルト・ワーグナーがバイロイトを訪れた。辺境白化劇場が彼の作品を上演するのに、十分な広さがあるかを視察に来たのだった。オーケストラピットは、例えば、ニーベルングの指輪を演奏する奏者を入れることができず、観客の収容人数も、 彼の理想とする未来芸術を普及させるには不十分であった。このため彼はバイロイトに新たな祝祭劇場を建設するというプランを心に抱いたのである。市は彼の計画を指示し、駅と郊外の高台との間にあたる市街の未開根地ューなヒューゲルを自由に使ってよい敷地として用意した。同時にワーグナーは、 王急庭園の近くに住居を建設するための土地も手に入れた。1872年5月22日に祝祭劇場のための基礎工事が始まり、1876年8月14日、厳粛に開館された。設計、思考監督はライプツヒの建築家、オット・ブリュックバルトの手に委ねられた。彼はすでにライプツヒやアルテンブルクで、 劇場建設の経験を積んでいた。1918年の第一次世界大戦終結後、バイロイトでは、老兵協議会が短期間ながら、権力の座に就いた。1932年オーバーフランケン行政管区と、ミッテルフランケン行政管区を統合して、成長をアンスバッハに置くこととなった。バイロイトには、その代わりに、オーバーフランケンミッテルフランケン保健機構の本部が、 置かれた。1933年、バイロイトは、ナチスのバイエルン・オストマルク大管区の成長所在地となる。初代の地区指導者には、ハンス・シェムがつき、同時にやはりバイロイトに拠点を置いた、ナチスの民族社会主義教員同盟の指導者にも就任した。1937年には、新しいアウトバーンの建設が始まった。1945年4月5日、 8日11日の激しい空襲により多くの公的機関、工場、さらには4500個もの住宅が破壊され、741名の人命が失われた。4月14日にはアメリカ軍がこの都市を占拠した。第二次世界大戦後、バイロイトはアメリカの管理地区に属した。アメリカの軍事管理政府は DP と呼ばれた難民たちのための収容キャンプを 設立した。その多くはウクライナからの避難民であった。この収容所は連合国救済復興基金の管理下に置かれた。1949年、バイロイトはオーバー・フランケン管区の成長所在地となった。市内では上級市長となったハンス・バルター・ビルトの指導下、破壊された大部分の歴史的建造物の復元にたゆみない努力が傾注された。 1951年、戦後初のバイロイト音楽祭が、ビーラントワーグナー及びボルフガングワーグナーの主催で開催された。1971年、バイエルン州議会は、バイロイト大学の創設を決定し、1975年11月3日、講義と研究活動が開始された。この大学の平均の学生数はおよそ9000人に、上る。 中世から近世初期にかけて、バイロイトの人口は数千人であった。人口はゆっくりと増加したが、度重なる戦争や薬病あるいは飢饉によって耐えず、減少の危機にあった。1430年に、フスキョウトラがこの都市を破壊し、1602年には、ペストの流行で、約1000人の住人が犠牲となった。30年戦争でも人口は減少した。 19世紀に工業化が始まると人口は初めて大きく増加した。1818 18年には1万人だった人口は、1900年には約3万人になっていた。1939年まで人口は増加を続け、多くの村が1939年4月1日に合併したこともあり、人口は4万5000人となった。第二次世界大戦直後には、 ドイツ東部からの避難民や引き上げ物で1万1000人増加して1946年10月の5万6000人であった。1970年代からは大学が創設された効果もあって人口はさらに増加を続けた。2005年6月30日の調査による人口は7万4137人であった。このうち63.7%がプロテスタント、 28.8%がカトリックの信者である。以下の表は各時点での地域における人口を示している。1818 18年までは推定値である。それ以降は国勢調査結果あるいは州統計局の集計による数値である。国勢調査結果2020年3月15日の選挙結果に基づく政党別議席配分。 第二次世界大戦後のバイロイト市の上級市長は以下の通り、友好都市の名を示す、標中1955年にエーガー軍のフランチェシュコビラ・アーズニエから追放されたズデー・テンジンに対して協力関係を結んだ。ブランデンブルク選定校を兼ねた、辺境博、アルブレヒト・アヒレスが1457年12月に、現在も使われている紋章をバイロイト市に授けた。 左上と右下の白と黒の四分割は、方園ツォレルン家の紋章である。他の区画の紅白で縁取られた金字に描かれた黒い獅子は、ニュルンベルク城白のアムトンの紋章である。対角線上に2本のロイテンつまり軽く曲がった柄を持つ、小さな三角のスコップが描かれている。この図柄は、町の名前の語尾、ロイトを連想させる。バンフリート感。 リヒャルト・アーグナー博物館生産味一体、境界バイロイト祝祭劇場公共交通誌バスは20分間隔から多くの路線では30分間隔で運行しているが、例えば11番の路線のように1時間ごとの運行路線もある。夜間は本数が減るので多くの路線では電話で呼ぶタクシーを利用することになる。 道路交通鉄道バイロイトの鉄道設備は都市の大きさの割にはかなり貧しい状態にある。バイロイト発の鉄道路線はいずれも単線で電化もされていない。そうした鉄道路線としてバイロイトシュナーベルバイト線、バイロイトキルヒエンライバイハ線、バイロイトノイエンマルクト線がある。長距離列車は通常近隣のリヒテンフェルスやニュルンベルクを経由している。 こうした不備を何とか改善しようと、1992年に、まずバイロイト・ニュルンベルク線から、振り越し機車両が導入された。この他にといった動きがある。航空路バイロイト空港が存在するが、フランクフルトアム・マイニへの定期航路は2002年に閉鎖され、現在定期航路はない。定期航路のある、最寄り空港は、ニュルンベルク空港である。 大学義務のジュームバイロイト祝祭劇場のワーグラー共造。ありがとうございます。